こんにちは、エバトザケシです。今回は、嘘をつくのは自分を守るための重要なスキルというテーマでお話ししていきたいと思います。嘘とは事実でないことを言うことです。事実でないことを、これは事実ですよ、と相手に思わせることを嘘と言います。嘘には2種類あります。一つは、 人をだまして自分が得をするための嘘です。相手が持っているものを奪うためにつく嘘です。これを買ったら幸せになれますよと事実でないことを言って相手からお金を奪うのが自分が得をするために他人をだます嘘です。このような嘘をついたときは罪悪感を感じて反省するべきです。自分は悪いことをしてしまったと苦しむから二度と同じことはしません。 とと決めることができますもう一つの嘘は自分を守るための嘘です。例えば子供は怒られたくないという理由から嘘をつくようになります。親にちゃんとお利口にしてたのと聞かれた時、素直にお利口にはしてませんでしたと答えたら怒られるのがわかっているからお利口にしてましたと事実と違うことを言います。私たちが嘘をつくようになるのは 怒られたくないからという理由がほとんどです。大人は子供に嘘をつくのは悪いことですよと教えます。しかし本当のことを言うと怒られるとわかっている子供は本当のことを言うことができません。子供にとって親から怒られるというのはものすごく怖いことです。大人に怒られるというのは泣き出してしまうぐらいの 恐怖体験です。子供にとって怒られるというのはこの世で一番嫌なことです。なので子供が怒られないためという理由で嘘をつくのは自然なことです。子供は自分を守るために嘘をつきます。子供は大人から嘘をつくのは悪いことですよと繰り返し言われることで嘘をつくのは悪いことなんだと強く信じるようになります。子供は 嘘をついてはいけないと分かっていながら自分を守るために嘘をつくようになりますもし子供が情緒不安定ですぐに切れる大人に囲まれていたら自分を守るために頻繁に嘘をつくようになります子供は自己防衛のための嘘をつくたびに自分は嘘をつく悪い人間だと思うようになります嘘をついてはいけないと分かっているのに嘘をついてしまう自分を おかしいと感じるようになります。私は嘘つきなんですと悩んでいる人のほとんどは自己防衛のための嘘をついています。自分が渡航するために人を騙す嘘ではありません。子供は怒られたくないから大人の機嫌を取るために嘘をつくようになります。自分の本当の気持ちを言ったら怒られるのがわかっているから 大人が言って欲しそうなことを言うようになります。私はこれが好きなんです。私はこれをしたいんです。と本当の気持ちを伝えたら、親が不機嫌になるのが分かっているから、好きでもないことを好きと言ったり、したくないことをしたいと言ったりするようになります。怒られないために嘘をつくということを繰り返しているうちに、自分が本当に感じたことを言えなくなってしまいます。このような、 自己防衛のための嘘をつくことが習慣化している人はそんな自分をダメだと思う必要はありません。そのような嘘はあなたが子供の時自分を守るために身につけた大切なスキルです。子供の時のあなたはそのような嘘をつけるようになったからすぐに不機嫌になる人たちから自分を守ることができています。なのでそんなことができた子供の時の自分を 褒めてあげましょう。自分を守るためにはそうするしかなかったんだよね、と嘘をついてきた自分を許してあげましょう。大人になったあなたは怒られたって関係ねえと開き直ることができます。子供の時は親に怒られないことが最も大切なことだったけど、大人になったあなたは自分の好きな生き方を 最も大切にすることができます。あなたは怒られない生き方ではなく、怒られても好きな生き方を貫くと決めることができます。あなたは他人に怒られないことではなく、自分の好きなことをすることで自分を幸せにすることができます。ということで、ずっとやりたいと思っていたけど、怒られるからやってはいけないと禁止してきたことを、どんどん 自分にやらせてあげましょう。いや、これをしたら親が怒るだろうな。これをしたら親ががっかりするだろうな。でも、好きなことだからやっちゃおうという感じで、どんどん親の期待を裏切ることをして、自分を楽しませてあげてほしいと思います。自分の好き嫌いの感覚に忠実になることで、子どもの時自分を守るために身につけた、 嘘をつくスキルを手放していきましょう。私は怒られたって好きなことをやりますからという体験を積み重ねていくことで自分を幸せにしてあげてほしいと思います。怒られても幸せになれるんだという自信をつけることで怒られないために嘘をつく必要性をなくしていきましょう。私は怒られたくないから ととといいいううう理由で嘘ををつくようになるということを知っています私は本当のことを言ったら不機嫌になる人に本当のことを言えなくなるのは当たり前ということを知っています私はすぐに切れる人の前では本音を言えなくなるのは当たり前ということを知っています 私は傷つけてくる相手から自分を守るために嘘をつくことがあるということを知っています。私は怒られてもいいから自分の本当の気持ちを伝えます。私は怒られない生き方より怒られても好きな生き方を貫くことを選びます。 私はどれだけ怒られても自分の好きなことをやり続けます私は自分の好き嫌いの感覚に忠実になることで嘘をつく場面を減らします私は怒られても自分の好きなことをすれば幸せになれるということを知っています私は ずっとやりたかったけど、怒られるのが怖くてできなかったことを自分にやらせてあげます。